JJ ユナイテッド神 FP ガチャ祭り。きたー、これはすっげえな。これ私次回もう失神しそうです。あ、おめでとうございます。ちょっと待って、失神したら弾けなくなるから。いや本当にすごい。ちょっと前のアーセナルがまた来てるし、そしてここも熱いんすよ。これやばいっしょ。久保くんね、ちょっと見てみようぜ。レベル90の並んだよ。で銀、はい。でしかももうこの時点でボールコントロール。いや久保くんの友達多分さ w レックスやってんじゃん。もう嬉しすぎるだろうね。いや感動でしょ。あ、ちょっと見てみますか。藤本選手29歳、はい。ただやっぱめちゃくちゃ J リーグも注目されてきてるというか、うん、ただね、ジョーのあの顔の小ささ、スタイル良すぎだろ。顔ちっちゃ、うん、顔小さすぎるな、これ。顔のとこだけ縮小してないよね。小さすぎないか。いや、ということで、これも来てますし、そうだね。で、アーセナルね。で、さっき説明したバルサ、はい、そして POTW、ワールドワイド FP ガチャということで、うん、いろんなFP 選手も来ております。いやこれどんどん引いてた方がいいかも。またサーバーやばいね。やばいかも。だって前確か35分で完全に打ち切りだったもんね。いきましょう。じゃあまずは俺シルバーボールも1個あるんで、うん、ちょっとこれ先に引かせてもらってもいいですか。はい。ここで雷とか来たらもう来てなかったね。誰これ。おお、ここもレベル34までしか。樹海の兄弟ね。違うだろ、ちょっと待ってよ。あ、ほらほらほら。急げ。うわ、入ったかこれ。あ、オッケー。おい、よし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 。さあ、じゃあどっから行くか。こっち行くか。こっち行こう。久保君まずは引いてからね。そう。そこで弾みをつけたい。行きます。おお、シャシャッと引いていくよ。だから銀が欲しいってことだよね。そう。おーい。来い。はいはいはい。中川選手。中川選手。ちょっと後で見てきます。そうだね。また。とりあえずね、引くのが先決なんで。これきた。これやばい、これ結構きついかもしれないな。もうさっさと引いていきましょう。行きましょう。銀来い。ごめんなさい皆さん、もしかしたら久保選手が出てきた時とかの喜びとかがね、なんかもうパッと流れすぎて表現できないかもしれないですけど、大岩選手レベル50、これ結構多分強くなりますね。さあラスト1回見たいとこだけど、またね今度ちょっと紹介させてください。いや頑張れ。いけ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 。オッケーオッケー。よし急げ。みんなもう起動させまくってんだよ。銀銀来い。ああ久保選手はなくなったか。だからかぶってないから今んとこ。はいはいはい、そうだね。ね、いいね。あ、山下選手とりあえずこちらのガチャは制覇しました。そしてこのワールドワイドガチャ引いていきましょう。そうだね、ここ行こう。ちょっとまだ完全には確認できてなかったんで、誰が出てくるかもね。ちょっと待って、ディバラ。ディバラさっき一番左ディバラだったよね。え、何パスワード。は怖っ。あっ、今の怖い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 よ。オッケー、それで引いてた方がいいよね。行きましょう。そうだね。なんでパスワードもなんとらかんちゃらみたいなね。雷が出た瞬間にもしかぶってないね。あ、いいじゃん。お、黒きた。雷で黒ってことは雷だ。さあ、おお来たね。いいね。ただ今回アーセナル FP 来てるよね。アーセナルにも多分いるね。いるよね。うん。あ、だけどよかったよかった。多分違うのかな。でもアーセナル全く一緒ねえ。さあ黒2体来ました、うん、さあもう1回。ただディバラ出てるからな、もうめちゃめちゃ嬉しいんだけど。あ、もうかぶりなしじゃん。ずれました。あ、ニューオッケー。ありがとうございます。あ、俺確か黒じゃないこの選手持ってるわ。続いて頑張れ。そうね。オッケー、アーセナルいきます。はい。俺が引けなかったよ。因縁のガチャ。いいか。楽しいよね。おばめ、おばめさんね。さあ、なんか俺もこれはニューだ。あ、ベジェル先輩いいじゃん。ありがとうございます。サーバー頑張れ頑張れ。え、どれ行こうとしてんの。アーセナル。アーセナルオッケー。5。さあ2回目。雷も来るよねこれ。うん。ニュー。お、てかちょっと待って、俺と引き多分同じ。今のところ同じです。そうだよね。2体とも同じです。ただ75まで上がる黒ってすごいよね。待ってよ。さあアーセナルガチャラストいきます。雷。ああ、まあ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 、ディバラも引けてるし。ニュー。ああ、かぶったか。かぶった。まあね。まあいいでしょう。今までに比べれば全然。もうポルトゥ3回引きとか西3回引きとかに比べたら、はい。でここよ。これよ。これ狙うはやっぱメッシ。90メッシね。行きましょう。レベ1 90メッシ。たださ、これ雷3、4体ぐらい雷制して。そうだね。雷。あ、だから。メッシじゃないけどもね、誰だ、はい、デンベレ、あ、ただデンベレ嬉しいな、いいねいいね、61まで上がるよ、いいな、 FP のデンベレいいな、俺最近普通のデンベレ使い始めてるんですよね。あ、そうそう、ネイマールの貢献者。俺も確かに最近使ってるかもしれないな。いきます。お、メッシ欲しいね、これメッシ90。ああ、これいいよ。いや、多分全然いい。あ、いいよ、いいよ。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。さあ、ラス1。頼む、ラス引かせ。よし。いける。いきます。2連続雷来た、すごい。いけ。これで、これ出してあげて。メッシ出してあげて。これ。シュッ。ね。いや。このスピード引き出しです。ありがとうございます。いや、これちょっとじっくりもう引いたから見よう。ありがとうございます。はい、見ていきましょう。あ、一応36までなんだね。そうだね。うん、普通のノーマルメッシは38だね。31歳。おお、すげえ。え、ちょっと待って、やばっ。ボディコントロール94。え、やばいね。これレベル1だろ。他の選手のマックスだぞ、これ。すごっ。これもう今回のガチャ、なんにもいいの、もう満足です。言い残すことはありませんね。ありません。はい。ありがとうございます。あ、いえいえ。本当こうなんかあったらじゃあ言ってください。ありがとうございます。はい。これ5万なんでしたっけ？いや、38万です。めっちゃ上がったよ。いやー、いいガチャになったよ。これいいな、本当に。ということで次が、うわー、俺か。久保選手を引きたいっすね。そうっすね。で、メッシと久保さんをもう一緒にプレーしたいというか、久保選手トップ下だからメッシセカンドトップ置いて、バルセロナスカットに久保選手入れる。いや、夢だね。入れたい。うわー、それやってほしいな。マックス久保、マックボ、マックス、あ、マックス久保の、マックス久保のことをマック。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。